どうも、ヤクモコマッチです。戦国夢セブン番外編始めていきましょう。今回はですね、もうねちょっと東北勢がいなくなったんで、ちょっと男性武将をね上の方をちょっと減らそうかなと思うんで、ちょっと南部さんとか佐竹真壁あたりにちょっと行ってこうかなっていう、ちょっと戦国姫好きとしてはあんまり興味がない回になるんじゃないかなと思っちゃうんだけど、まあそこのところちょっとご了承願おうかな。というわけで、南部さんから順番に行っていきたいと思います。これもね、一応番外編の恒例ということでね、男武将も。今まではね、女性武将の後ろに出たりもしてたんだけど、今回、セブンに関しては結構ね、ちょうど1枠分、1枠分じゃねえわ。1枠分って言い方がすでに配信とかなんだよな。これあれだね、結構弊害だよね、俺の。放送と動画を両方やってるせいもあって、結局こ、特にこっちがね、ついつい引っ張られるんだよね。1枠分じゃない、1動画分だね。1動画分が、結構ね、ちょうどいい感じになっちゃって、なんか、後ろに入れにくくてね、どうしても男性武将がちょっと余ってきちゃったんだよね、今回は。あとあれだ。ストーリーがある武将、信長だとか、謙信だとか、その辺のキャラクターが今回、一回で終わらないんだよね。今までのやつって、基本的には一回ちょっと話したら終わりみたいなのが多かったんだけど、今回結構、ちゃんとあるから、ストーリーが。それもあってね、やれないんだよね。なんで今回は、ここで男性武将を一気に紹介していきたいと思います。まあ、といっても、とりあえず3人だけにしようかなと思ってます。では、はい、始めていきましょう。こっちの突き当たりだったよな。俺はある人物の部屋と向かっている。その人とは、南部家当主、南部、信長殿でいいのかな。まだこの家に来てから間もないこともあり、挨拶がまだ済んでいなかったのだ。一体どんな人なんだろうな。こう言ってしまってはなんだが、当家の人間は、新参も子さんも、男女関係なく悪が強いというか、個性派揃いだ。あまりに多種多様な人種を見すぎて、もう並大抵の変人では驚かないぞ。と思っていたとしても、度肝を抜かれるような人も未だにいるのだ。うん。まあ、出会い頭に殺そうとしてくるとか、そういう人じゃなければ、多分なんとかなるだろう。そんな輩でなければ、そんな輩であれば、登用段階で採用されないのは間違いないので、それだけはありえないだろう。ちなみに、ファイブの南部さんは覚えてるよ。確か、日差しに弱かったんだよね。それならば、なんとかなる気がするのが、ちょっと悲しくもあるが、それだけ俺もたくましくなったということだろう。おっと、通り過ぎるところだった。頭の中で、いろいろと考えているうちに、南部殿の部屋の前に着いていた。南部殿、南部直、失礼。南部信長殿は、おられますか？ああ、いるよ。中から、やや覇気にかける男性の声が聞こえてきた。どこか体に触りでもあるのだろうか。俺は軍師の天木相馬と申します。挨拶をと思いまして、入ってもいいでしょうか。入ってもらって大丈夫だよ。ありがとうございます。では、失礼します。いらっしゃい。さあ、そこにでも座って。相変わらず、なんかちょっと影薄い感じするな。ありがとうございます。差し出された座布団の上に座る。あ、これふかふかで気持ちがいいですね。それは普通の座布団よりも綿の量を多くしてあるんだ。気持ちいいよね。はい、すごくいい感じです。なんだかすごい座布団を使わせてもらってありがとうございます。いいな、これなら仕事をしていても疲れが軽減されそうだ。正座している足に対してこの柔らかさが優しいというか、後でどこで売っているか教えてもらおう。そんなに気に入ってもらえて嬉しいな。よければそれお近づきの印に天木殿にあげるよ。おう、いいんですか。ありがとうございます。嬉しいです。何分座り仕事が多いのでこういうのが欲しかったんです。喜んでもらえてよかったよ。僕は外があまり好きじゃなくてね。部屋に一人で、これ多分この人が作ったんじゃないのかな。的に過ごせるような工夫を思いつくのが得意なんだ。そうなんですね。南部殿の部屋を見渡す。畳には何か変わったものが置かれているわけではないが、
日常で使うもの一つ一つにきっと南部殿が快適に室内で過ごせるような工夫がなされているのだろう。南部殿は気配り上手というか細やかな配慮が上手な人な人だな。俺は素直にそう思った。あ、お茶も美味しいです。なんだかこんなにもたしてもらってすいません南部殿。気にしないで、天城殿は素直に喜んでくれるから僕も嬉しいよ。あ、何かあるのかな、これ。この後その後も和やかに南部殿との対談は続き、俺はとても満ち足りた気持ちでもらった座布団を片手に南部殿に見送られながら部屋を後にしたのだった。どうするべきか。今俺が頭を悩ませているのは南部殿に任せる仕事の方向性についてだ。南部殿は外があまり好きではないと言っていたが、南部殿の戦場での働きは十分なもので、外での仕事もきちんとこなしてくれるのだ。内政面の仕事を任せても細やかな配慮の行き届いたいい仕事をしてくれるんだよな。よし、決めた。この決断こそ最善だろうと信じ、早速ではあるが俺は南部殿に仕事の依頼をし、南部殿の部屋へと向かった。死にかな、この場合。あ、これもしかして、なんか、責務情報に出るやつか、この人。まあ、このまま佐竹と真壁もそのまま続いていこうかな。それもあって今、止めなかったんだけど、まあ、ちょっと行ってみようか。このままガンガン行っとこう。ああ、自室で一人、俺は頭を抱えていた。軍師として、お家の今後の育成や次の育成について、頭を悩ませることは数あれど、今日の悩み事はそういった類のものではなかった。あんまり関わるなって言われてもな。この間、当家に参入したばかりの将、佐竹義重殿は、それは変わった御仁だったのだ。お初にお目にかかります。軍師の天城相馬と申します。これからよろしくお願いします。佐竹義重殿。義重殿、まだ来たばかりで慣れないことも多いかと思います。何か不自由はないですか。特にない。話はそれだけか。まあ挨拶に来ただけですので、義重殿が特に何もなければ。はい。ではもう帰れ。俺は慣れ合いはこのまま。仕事はちゃんとしてやる。あとは俺に関わってくる。ああ、失礼します。今思い出してみても散々な対面だったと思う。厄介そうな人だけど、なんとかならないかな。佐竹義重殿。あー、なんて読むんだっけそれ。常睦だったっけ、床睦だったっけの、佐竹家の当主で、治癒に優れ、勇猛さも兼ね備えた傑物だ。ただ、その性格は傍若無人な一面と、さっきの顔合わせで見せたような霊言な言葉から、霊言な言動から、鬼義重と呼ばれ、敵味方内外からも恐れられていたらしい。お面も鬼だしな。艶やかな風貌の美女婦なんだが、顔の右半分は恐ろしい形相の鬼面でいいのかな、この場合鬼面で覆われているのだ。その面が義重殿の迫力をより一層増していると言っても過言ではない。ただ単に人と関わりたくないってだけで悪い人ではなさそうなんだけど、あのままだと問題が起きそうなんだよな。義重殿が佐竹家の当主として君臨していた頃であればそれでよかったのだろうが、彼は今当家の一階の将の一人だ。高圧的な態度と冷厳な言動では周囲との圧力を生み、その圧力は仕事に支障を来す可能性が高い。全てが俺の杞憂であればいいが、事前に家に少しでも馴染めるようにしておいて、その可能性は減らしておきたいところだ。何かいい手はないものか。考えてはみたものの、その日は妙案を思いつくことはなく、一日が終わってしまった。ふむ。義重殿からの仕事の報告を見て、俺は感心していた。的確な指摘と冷静な判断。100点満点。いや、それ以上の仕事ぶりだ。仕事はちゃんとするって言ってるだけのことはあるな。ん？そうだ、もっと義重殿に仕事を任せればいいんだ。義重殿は仕事をちゃんとすると言った。
それに仕事は完璧で優秀。ならば仕事をたくさん任せて、周りとの関わりを増やし、そしてその仕事ぶりを周囲に知ってもらえれば。よし、早速だが、吉重殿に仕事を振るとするか。俺は吉重殿に任せる仕事の見通しに取り掛かることにした。こっちもかよ。なんかこれ、前もあったんだよね。誰だっけ？誰だったかあったんだけど、ちょっと覚えてねえな。とりあえず、真壁も言っとこう。はっ、ふっ。真壁も、あ、見てないよね。道場で汗を流すために、つぶりを始めてどのくらい経っただろうか。100を超えたあたりから数えることをやめたので、正解の確な数はわからないが、500は超えたあたりだと思う。ああ、腕が疲れてきたな。終わったら汗を流してさっぱりしよう。貴様、その態度を改めろ。ん？道場の入り口付近がにわかに騒がしくなった。ピーピーうるせえな。俺に言うこと聞いてほしいんだったら俺を打ち負かしてみろよ。お前みたいなやつには無理だろうがな。つぶりの手を止めたくな手を止めたくなかったので振り向くこともしなかったが、どうやら道場にやってきた二人が揉めているようだ。血の気が多いな。おいお前らうるさいぞ。道場で喧嘩なんかするな。するなら手合わせにしておけよ。だとさ、ほら木刀でも何でも持ってこいよ。相手になってやるからよ。お、上から物を言うな。貴様なんぞ打ち負かしてやる。うん、俺の出番はなさそうだな。もし騒動が大きくなるようであれば仲介に入るべきかと思ったが、イサミ役がこの場にいてくれてよかった。これで心置きなく素振りに集中することができるというものだ。まあ一瞬で任されるんだろうね。おら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 、腹も足もどこもかしこもガラ空きじゃねえか。今までよく生き残ってこれたな。あ、強いからな。背後で聞こえる声からして口の悪い男の方が勝っているようだ。もう一人の男はいいように遊ばれているみたいだな。ほらよ、とどめだ。まだまだ。お、なんだ、避けられるじゃねえか。ってお前、危ねえ、避けろ。あ、グー殿、危ない。え、俺グオ。気づいた時には時すでに遅し、後頭部に強い衝撃を発したと思ったら目の前が真っ暗になり、俺の意識はそこで途絶えてしまったのだった。おい、お前大丈夫か。軍師殿、しっかりしてください。ああ、天城殿が白目を向いて倒れておられる。俺が薬師を呼んでくるから、お前ら天城殿の頭を冷やしておいてやれよ。こいつ死なないよな、さすがに。まあどうだろうな、真壁だからな、殴ったのが。あれ、ここは先ほどまで道場にいたはずなのに、目を開けると見慣れた自分の部屋の天井が見える。お、気がついたか。ったく、もう目覚まさないと思ったぜ。え、鬼。目が覚めると横になっていて、傍らには鬼が座っているなんて、一体俺が何をしたって言うんだ。鬼じゃねえよ。まあ戦場では鬼とは言われてるけどよ。ほら、片面だけだ。それよりもだな、お前は道場で俺の獲物が頭に当たって倒れたんだよ。覚えてるか。片面だけ鬼の面をかぶった男は手に持った獲物を指さしてそう答えた。ああ、それで。男が手に持つ獲物を見てゾッとした。あんな凶器が俺の後頭部を直撃したのか。頭が丈夫だったのが不幸中の幸いだと思っておかないとやってられない。声を聞いて思い当たった。道場で手合わせしていた口の悪い方、男の方の声がこの声だった。俺の名前は天城相馬って言って、この家の軍師をしているんだが、名前を聞いてもいいか。真壁宇治元だ。あ、そうそう、こいつ宇治元って言うんだね。宇治峰じゃないんだよね、それ。宇治元ね。ああ、お前が。ん？俺のこと知ってるのかよ。まあ一応はこの家を預かる軍師だからな。挨拶がまだだったな。まさかこんな形での挨拶になるとは思わなかったが、よろしくな。真壁宇治元といえば佐竹家の家臣で、鬼真壁と恐れられた荒武者のことだ。扱いの難しい狂犬のような男だと聞いていたが、こうして接している分には口と態度は確かに悪いかもしれないが、狂犬と言われるような扱いづらさやとっつきづらさは感じられない。
まあ俺には怪我を負わせた負い目があるからかもしれないけれど、でも頭の炭鉱部一つで狂犬がおとなしくなってくれたと思えば、この傷も無駄にならなくて済みそうだ。ま、戦場では役に立ってやるから積極的に使ってくれよ。頭の炭鉱部の詫びは戦場での活躍でいいだろう。あ、それで構わないよ。決まりだな。お前も目覚めたし、俺帰るわ。あ、天城、風呂入った方がいいぞ。汗臭い。で、だな。そういえば、俺は倒れる前まで素振りをしていたんだった。そう言われてしまうと、嫌でも体のベタつきと汗が乾いた後の何とも言えない匂いが気になって仕方ない。じゃあな。置いて、真壁は去っていった。はぁ、風呂行くか。痛む後頭部を優しくささりながら、俺は重い腰を上げて風呂へと向かうのだった。鬼真壁と恐れ合える真壁氏元との衝撃的な初対面から少し経って、どいつもこいつも弱すぎるな。おりゃ、天井で暴れてますね。真壁は宣言通り戦場での十分すぎるほどの活躍で炭鉱部の借りを返してくれたのだった。これも絆化した？あ、絆化したね。まあ、でもなんか、まあ、口は悪いけど起きるまで待っててくれるあたりとかを考えると、まあ、やっぱり優しいやつなんだろうねっていう感じはするね、真壁に関しては。ちょっと待ってね、久しぶりだね、こうやって喋りながらちょっと進めてるのっていうね。他になんか固有部署が入ってこないかどうかは確認はしてるんだけど、もしかしたら見逃してるのもいるかもしんないけど、まあ多分そんなに大していないとは思うんだよね。言うて65人もいるからな。で、職務で投敵からの試練はまあ置いとこう。秀吉との出陣もこれも置いとこう。これが城の不審、治水開墾、楽一楽座を命令せよ。あいつどこにいたんだっけ。この辺か、どっかにいたよな。あ、これだな。で、もう一個が、南部さんが治水をやって出撃はさせちゃダメと。出撃をしなきゃいけないのがあるのか。別にでもこれ、制限ターンとかないよな。一応、これを押して、一応確認だけしよう。チラッとな。ああ、オッケーオッケー。ないね。で、もう一個の方で、佐竹さんが、あるけど、これもオッケーだね。よし、じゃあこれをちょっとやっていこうかな。確かね、これね、やってからね、すぐに結構ね、あれが来た気がするんだよ。これをやっときゃいいね。こっちじゃない。佐竹にまず城の不審をさせて、で、地質開墾だけど、これはやれないな、ここでは。確か、両方とも地質開墾あったよね。城の今不審はさせたから、他をやらせられる場所にちょっと二人を移動させよう。まず南部さんを、地質でしょ？中国地方に飛ばした方がいいかもしれないな、これは。で、佐竹は、まあ、佐竹も治水あったし、中国地方に飛ばしとこうか。さあさあ。まあ、この辺のターンぐらいだったらもう誰も入ってこないとは思うから、そろそろ、カットでもいいんだけどな。見るのも。まあ、カットっていうか、見なくてもいいような気がするんだけどな。一応見ちゃうんだけど。そう言いながらも。なんか音章が誰か出てるな。一応音章もね、どっか行かれたら困るから、渡してはいるんだよね。で、治水開墾をさせて、で、こっちでも治水開墾をさせて、違う。そういえば、
結局ね、片倉さん出ないんだよね。片倉さん誰かやっぱいるのかな。でこれで終わらせない、ターンが終わらないとダメなのかな、これもしかすると。これでどうだろう。あ、とりあえずカットでいいよ、ここは。で、報酬を受け取るで、あ、これだね。これを受け取って、これこのターンに言えば出ないんだっけな。とりあえずこっちも受けといて、で、このターンに戻そうか。で、佐竹の方は楽一楽座をさせて、で、これも多分達成で報酬を受け取る。あ、南部さんこっちに出たか。よし、じゃあこれで南部さんのちょっとイベントを見に行こう。いいペースですね。天城殿、ちょっといいかい。南部殿、どうぞどうぞ、入ってもらって大丈夫ですよ。ありがとう。失礼するよ。ん？心なしか南部殿の顔色がいつもよりいいよな。ビビたる変化かもしれないが、俺の目には南部殿がどこか生き生きとしているように映った。今日はお礼に来たんだ。俺何かしましたか。してくれたよ。僕があまり外に出るのが好きじゃないっていうことを考慮して仕事を直してくれたんだろう。ああ、そのことでしたか。なんだか喜んでもらえたようでよかったです。でも俺はそのことだけで仕事をお願いしたんじゃないですよ。え、違うのかい。南部殿の仕事ぶりからそれが一番だって判断しただけです。だからこれは南部殿が自分で掴み取った結果ですよ。これからも頼りにしてますよ。ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいわ。あ、天城殿、これよかったら座布団そろそろ替え時かな。お、なんか今回は座布団の人だな。そう言って南部殿は小脇に抱えていた座布団を俺に差し出してくれた。え、いいんですか。ありがとうございます。快適すぎて南部殿にどこの店で買ったのかを聞きたいなって思ってたんですよ。ああ、これは売ってないんだ。僕が自分で中の綿を調整しているから。自分で。これをすごいですね。だから安心してくれていいよ。天城殿の分の座布団はこれからも作って持ってくるから。南部殿、ありがとうございます。これがあれば100人引きですよ。その後も俺と南部殿は座布団談義から快適な座り仕事の仕方について話が盛り上がり、また日が暮れる頃まで語り合ったのだった。南部殿は終始生き生きとしており、俺は南部殿に内政面の仕事をお願いしてよかったと心から思った。これ一応絆化したかな。これで、まあ、絆化はしたけど、やれるのであればこのままあの武将移動で戻してきて、こっちにとりあえず、南部さん、あーと佐竹、まあ別に佐竹も戻していいんだけど、南部さんを戻してきて、とりあえずこっちの城でいいかな。佐竹も戻してくるか。さっき楽一楽座もしたから、別に戻す分には何の問題もないからね。佐竹も戻してきて、で、作戦命令で、南部さん、それはそれで負けそうだな。南部さん、とりあえずみんなで攻めて、この城を落とすか。別に落とそうが落とさまいがあんま大して変わらないし。はい、自動。ちょっとあの上の方からまた詰めてこなきゃいけないだけで、一応で、まあ、とりあえずカットで、ここはで、ミュクトリの報酬をもう一個受け取って職務オツだね。で、これで2人分多分出てるかな。あ、出てない。あ、じゃあ南部さんのは見れないのかな、もしかしたら。ちょっとこれだけ見て一旦回してみようか。というわけで佐竹さんを見よう。
多分これで見て終わりじゃないかな。佐竹は、佐竹殿、すまぬがこれについて教えてはもらえないか。なんだ、こんなこともわからないのか。ここはなんかあれかな、だるい系の書なのかな一応。おお、そうでござったか。さすが佐竹殿。分かったらさっさと失せろ、邪魔だ。佐竹殿、今日はいい天気ですな。こんな日は外で日に当たった方がいいですぞ。佐竹殿は少し肌を焼いた方が健康的でいいと G は思うぞ。 G が出てきた。これは生まれつきだ。貴様、喧嘩を売ってるのか。死に急ぐか。おいおれよ。すまんの、落ち着きなされ。この佐竹殿、楽しそうじゃな。近いうちに召されるようなジジイのたわごとじゃ。あ、肌を焼くときは面を取った方がいいぞ。じゃないと面の下は白いままになってしまうからな。やかん、次から次へと湧いてきて鬱陶しいぞ。貴様ら俺を囲むな。ちげえちれえって。大変そうだね佐竹さん。うまくいったな。吉重殿に見つからないようにそっと廊下の角から将たちに囲まれる吉重殿を観察し、俺は一人北総園だ。正直ここまでうまくいくとは思わなかったけどな。ものすごく慕われてるな。吉重殿が周りと馴染む気はなくとも、その仕事ぶりが確かなものだと周囲に周知されれば溶け込めるのではないかと俺は考え、吉重殿に大量の仕事を任せたのだ。仕事のできる男は慕われるからな。最初恐れられていた吉重殿だったが、仕事をこなすうちに次第に周囲から認められ、今ではこんなに慕われるようになったのだ。やっかまれることはあるが、それは少数派というもの。あの状態を見れば吉重殿がみんなに認められたのは間違いないというものだ。これでもう大丈夫だな。周りに囲まれる吉重殿を見届け、俺はその場を後にした。ここまだちょっと続くな。入るぞ。おっと、誰？あ、吉重殿でしたか。入室許可を出す前に素早く部屋の襖が開けられたかと思うと、そこに立っていたのは険しい顔をした吉重殿だった。どうされましたか？何か下級のようでも。どういうつもりだ貴様。仕事だからこなしているが、周りに人が群がってきていい迷惑だ。どうにかしろ。うるさくてかなわん。直談判に来たのか。いいじゃないですか、慕われて。俺は吉重殿の忠告通りあなたにはかかっていないでしょう。俺はそう言うとにっこりと微笑み返した。貴様、なかなかに食えん男だったか。薄気味悪い笑みを浮かべるな。気色悪い。貴様のような奴が一番立ちが悪い。いいか、仕事はしてやるが、だが今より量は抑えろ。貴様の思惑はうまくいったんだろう。分かったな。分かったな。言いたいことだけ言うと満足したのか、俺の返事を待たずそのままスタスタと吉重殿は厳しさを返し俺の部屋を後にした。ごねるでもなく妥協案を提示して帰っていた吉重殿。あの人意外と素直だな。吉重殿が開けっぱなしにしていた襖を閉めながら俺はそう思った。いやー、確かね、5の吉重はあれなんだよね。確か幼女かなんかをの面倒見てたんだよね。なんだかんだ言ってね、この人ね、面倒見いい人なんだよ。この辺のやつ適当にこの辺に埋めとこうか。で、一応1ターンだけ回して、失礼、噛んだわ。1ターンだけ回して、南部さんのイベントが出るかだけちょっと見て終わりにしようか。できたらね、見たいような気はするんだけど、見れない可能性もあるんだよな、これ。もし見れなかったら、多分ね、ターン的に絶対、一回、時を戻さないといけないと思うんで、その時に見れればいいかな。あ、見れないね。これはじゃあ覚えとこう。次会った時は、南部さんには攻めてもらって、で、その結果で、のイベントを見ていこうと思います。で、次回は、結城さんからでいいかな。あ、
北条氏康でもいいな。もうなんか結構氏康さんイベント見たからすぐ終わりそうなんだよね。まあこの辺氏康、三郎、氏真ぐらいまでで5人でここからやっていこうかな。結城から今川までで、その後家康系列を見ていこうかなと思っております。では、そんな感じで、で今回ね、男武将ばっかだったけど結構面白かったね。南部さんは相変わらずちょっと影薄い感じだったけど、まあ、佐竹と真壁はやっぱりちょっと面白かったね。なんだかんだ言いながらいいやつ真壁みたいな、でなんだかんだ面倒見がいい佐竹さんみたいなそんな感じだね。まあ、これに関しては毎度そんなに変わることもないから、ちょっとずつ、しかも見た目が、あ、そう、見た目が変わらないんだよね、あんまりね、佐竹と真壁は。だから結局見た目が変わらない佐竹と真壁がちょこちょこいい感じのことをしながら、シーズンというかね、ナンバリングを進んでってるんでね家臣の子供を見てたりとか、いやー、なかなか楽しいね。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。